これ来たんじゃないですか。おお、やばいやばいやばい、これすごいです。皆さんこんにちは、 CMS の大西です。カメラマンの池です。はい、今回も隠れスポットを紹介していきたいと思います。はい、お願いします。はい、今回も絶景スポットでございます。ほう、どこでしょう。はい、今来ているのがですね、こちら、はい、岳山登山道の入り口に来ております。ほう、岳山。はい、岳山ちょっと聞き慣れないことも多いかと思いますけれども、はい、こちらはですね、三木町にある岳山という山なんですが、はい、こちらの絶景スポットはこのように呼ばれています。天空の鳥なんですね。天空の鳥。はい、ほう、あの観音寺にですね、高谷神社という天空の鳥居と呼ばれてインスタ映えするで有名な高谷神社があるんですが、はい、この三木町にある岳山もそちらの高谷神社に負けず劣らずの山の上からの鳥居越しの街の風景が見えるという素晴らしい絶景なんですが、はい、ちょっとあちら見てください。はい、いかがですか。急、はい、急ですね、急な山道が始まっていますけれども、はい、やっぱり絶景なるもの、はい、その道中も楽しみながらね、行きたいと思いますので、はい、これから行き道からご案内したいと思います。はい、お願いします。はい、それでは行ってみましょう。はい、頑張りましょう。はい、はい、それでは行きたいと思います。はい、頑張りましょう。はい、池田君、はい、結構きつくなってきましたよ、山道が。すでにきついですけどね、結構。はい、これちょっと、ね、気をつけて登らないといけないですね。はい、池田君、はい、ちょっと見てください、これ。これ何ですか、これ。鎖。これがあるってことは、はい、これ鎖を持って気をつけて登れっていうことですよね。そういうことですね。ちょっと気をつけてね、はい、鎖使って登っていきたいと思います。はい、はい、じゃあ鎖をしっかり持って、はい、よいしょ、よいしょ。あ、鎖があるから結構助かりますね。あ、助かります。だいぶ助かる。いよいよ急になってきた。いよいよ急になってきました。池田君、はい、つきそうじゃないですかね。もう着きそうですね。あれ頂上じゃない？もうちょっとですね。これ来たんじゃないですか。おお。やばいやばいやばい。おお。すごい。これすごいです。マジですか。すごい、素晴らしい。うわ、これはええわ。どうですか、この岳山の山頂からの景色。いや、もう今まで来た中で一番絶景ですよ。これはすごいいい景色ですね。すごいですよね、これは。この天空の鳥居の感じ、はい、分かりましたね、これ。はい、分かりましたね。もうここは登る価値ありますよ。いや、本当ちょっと山道とか岩道きつかったですけど、はい、でこの鳥居越しのこの三木町の風景が、はい、ここから望めるのはもうこれは岳山からしか見れない絶景ですね。で、はい、さらにですね、こちらの景色以外に、はい、池田さん、あちら見えますか。
お、なんかある。あれ何ですか？神々しい、なんか祠みたいなのがありますね。で、もうさらに危なそうな岩道ですけど。なんか数神柱がありそうですね、ドラゴンボールの。ドラゴンボールの数神柱が祀られてそうですね。はい。ちょっとあっちにも行きましょうか。はい、行ってみましょう。あ、行ってみましょう。着きましたね。着きました、祠。はい。ここからの景色もまたいいですね。いいですね。どうですか、こちらからの景色は。そうですね、さっきとは違う方向の景色も見えますよね。あの奥にサンポートも見えます。こっちからの景色もまたいいですし、そのサンポートまでの景色もね、はい、眺めますね。はい、すごい綺麗。サンポートも見える、うん、すごい高いところまで来ましたね、うん。はい、ということで天空の鳥居、三木町の岳山からの景色でした。はい、めちゃくちゃ素晴らしい景色でしたので、はい、皆さんぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、いいねお待ちしておりますので、皆様どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、それではさよなら。